厳しい練習訓練を重ね、技術の向上に努められ、地元の熱い声援を受けて大会に臨まれたわけでありますが、その行動は指揮旺盛かつ規律厳正であり、その成果も良好で、各軍団とも功を続けがたい素晴らしい出来栄えでございました。消防団員の皆様は、なりわいがある中での長期間にわたる訓練、誠にお疲れ様でございました。そのご労苦に対しまして、心から敬意を表しますとともに、出場選手を陰から支えてこられました同僚、ご家族の皆様、さらには町会、自治会、および事業所の皆様に深く感謝申し上げます。さて、本年3月11日に発生いたしました東日本大震災では、甚大な被害が発生し、多くの方々が犠牲になられました。また、献身的に活動された地元消防団員の皆様におかれましても、249名に上る死者、行方不明者が出ている状況にございます。この場をお借りしまして、被災された団員の皆様に謹んでお見舞いとご冥福をお祈り申し上げます。消防団員は地域の安全と安心を守るため昼夜を分かさず一生懸命に活躍していらっしゃいます。今後とも地域の皆様や事業所の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。京橋消防団におかれましては田中団長を中心とされましてますます一致団結されご発展されますよう切望するのでございます。結びに本審査会場をご提供いただきました東京都中央卸売市場様に御礼申し上げるとともに、お忙しい中ご臨席を賜りました矢田中央区長様をはじめとする多数のご来賓の皆様方のご健勝ご多幸を記念申し上げる講評並びに挨拶いたします。田中市さんを団長さんをはじめ団員皆様方には、私たちの生命財産守るため日夜献身的お力添えをいただきまして、心から敬意を表する次第でございます。栄えある優勝に輝きました第三分団の皆様、誠におめでとうございます。素晴らしい総合ぶりでございました。また他の分団の双方も見事なものがございました。感銘を覚えたところでございます。3月11日のあの東日本大震災、2万3000人計画防災体制、これを見直してしっかりしていかなければならないわけでございます。また区の方でできるもの、これはもうどんどん今進めているところでございます。大変騒がしく心強く感じた次第であります。各分担におかれましては、今後ともなお一層区民の安心安全生活のためにご尽力くださいますことを心よりお願い申し上げまして挨拶といたします。成子様、続きまして中央区議会議員押田真理子様、同じく田中浩一様、同じく木村勝一様、同じく渡辺恵子様、なお中央区議会議員であります森本俊夫様、今野博美様は本日は京橋消防団員として参加しております。誠にありがとうございます。以上でご紹介を終わらせていただきます。